九段南の番書調べ書跡の石踏み、1856年開設時の所在地に根流番書調べ書は、1856年に発足した江戸幕府直轄の洋学研究教育機関、改正書の前身で東京大学の源流書機関の一つ、ベリー来航後、乱学にとどまらない洋学研究の必要を痛感した江戸幕府は、 従来の天文台版書和解御用係を拡充し、1855年、洋楽書を開設した。しかし、これが開設直後の安静の大地震で、全開消失したため、1856年3月17日、版書調べ書と解消し、小賀金一郎を、頭取、三栗玄子と、杉田聖慶を教授、川本美幸民、高畠五郎、松木広康、手塚津勝倉、 登場永安、原田隆作、田島淳介、村田蔵六、木村群太郎、市川西宮、青春、津田真道、杉田玄丹、村上秀俊、小野寺丹本を、教授手伝いとして同年末に開校した、赤沢博士道、三つくり周平も加わる。幕臣の指定を対象に以降は、藩士の入学も認めた、蘭学を中心に英学を加えた。 洋学教育を行うとともに、翻訳事業や欧米諸国との外交接触も担当した。語学教育は、構成、書籍は次第に充実し、自然科学部門も置かれた。1862年には学問諸業行及び、林大学頭の管轄下に入り小平校と、同格の幕府管律学校となった。同年6月15日、 番書の名称が実態に合わなくなったことを理由に、要所調べ書と解消。翌1863年10月11日、改正書と解消された。以降は、改正書を参照。前身である、洋楽書は、神田商船長に所在していたが、これが壊滅したため、番書調べ書は新たに旧団坂下に、校舎を新築し開校した。その後、井い直介政権期には、 洋学警視政策の影響で、1860年、小川町の狭硬な校舎に移転されたが、1862年に、一橋門外、五寺院、原の広大な高地に移転。これが、更新機関である改正書、改正学校、東京大学法理文三学部に継承された。最初に、番書調べ書が置かれた球団坂下には、番書調べ書後の石踏みが混流されている。 現在の科学分級3年に雇われた辻真嗣の話では、鉄、銅、銀イオンの溶液に、青酸カリや食塩を投じて、青、赤、白などの色を出した。宇都宮サブロによると、元素の種類や、核元素の原子量のようなことを日本人が初めて知ったのは、番所調べ書の科学者たちなのだという。彼らはこれを目して、外に語らなかった。安政元年に、 マシュー・ペリーが幕府に検定した開栄2年1849年にオランダが江戸幕府に献上した物産学は国家経済の根本であること、外国貿易のためにも動植物や鉱物類の品質調査の必要性を説いた小賀金一郎万民のため有益の芸事5回190ページありがとうございます。